俺もワイドショーの構成やめちゃった。構成作家かっこいいのに。いや、んなことないって。ただ便利に使われてるだけだから。でもそうやっていつまでも目先の仕事に流されてると結局あの助産師で終わっちゃうからね。え、助産師？いや、人の出産の手伝いってこと。あ、あ、え、あ、いや、いや、結局自分が妊婦になって自分で自分の子供を産まないと。そうですか。うん。いや、あのここで言うあの自分の子供っていうのはさ、自分の作品のことね。自分の子供っていうのはなんか変な勘違いしないで。ちょっとトイレ。うん。逃げるんだね。何なの今の。脚本家です。すごい、デビュー作じゃん。あなたに関係ないじゃんとか。自分の作品のことね。自分の子供っていうのは変な勘違いしないで。どうしたの。ああ、どう行くの。え、卓球卓球卓球、最初からそのつもりだったくせに。あんたに無理やりやられたって言ってんだけど、どういうこと。ちょっとヘラヘラ遊んでるからこんなことになるんだろうが、バカ野郎。こんなひどいことするわけないって、どうして言えないの。俺のデビューどうなるんですか。他の仕事をやめて全部こっちに集中してるの。おい、何逆ギレしてんだよ。あいつ連れてきた本当のこと喋らせてくれよ。聞いても答えないんだよ。拓也が事実じゃないことで社会から抹殺されるのだけは防ぎたかったの。人の気持ち考えたことあんのか。他にバレなかったらそれでいいのか。お前にはお前が選んだ仕事があんだろ。真正面から解決してみろ。時間がかかってもいいから。青春から遠くも近くもない場所にいる私たちの物語。考えて考えて脳みそねじ切れるぐらい。ねじ切れてないじゃん。ありきたりな言葉じゃなくて